こんにちは、たけです。今回は今すぐできる適応障害を一撃で解決する技術、これを話していきます。タイトルを見てどんな技術って気になっている人も多いと思います。最初に言っておきますが、今回紹介する技術を身につけることは適応障害の克服だけではなく、あなたが今後の人生を歩む上で大きな影響を与える礎になるでしょう。ところであなたはこんなことを思ったことはありませんか？心の問題を本当は解決したいんだけど、そもそも何をすればいいかわからない、どんな改善を図ればいいのかわからない、仮にまた同じ状況に陥った時乗り越えていく自信がない、こんな風に思ったことあるんじゃないでしょうか。僕も適応障害で悩んでいた当時は、何をすれば今の状況を改善できるのか分からず、とても悩んだり焦る日々を過ごしていました。そして僕はもともとメンタルが強いと言える人ではなかったので、適応障害になってここで今の自分の課題を解決できなければ、自分を変えられなければもう一生変われないと思って、論文や書籍で改善策をめちゃくちゃ調べて実践しました。そこで分かったのは、メンタルが弱いことは改善できる、そして適応障害は自分自身が技術を身につけて解決することが最も効果的かつ本質的だということです。この動画を見ているあなたはもう大丈夫です。今回はあなたの常識を覆す衝撃の事実をお伝えします。ここ重要なのですが、実は適応障害や心の問題で悩む今のあなたの状況を改善するということと、あなたが本当に進みたい道に進んでいく上で必要な技術は同じなんです。実際に僕は今回の技術を身につけたことで、3年以上メンタルの悩みを抱えていた僕が3ヶ月で適応障害を本質的に克服して、こんな風に全く経験のなかった YouTube での動画配信や講座の運営ができるようになっています。もしこの動画を見ているあなたが適応障害を本質的に克服するという経験を通して毎日に充実感を感じる自分になりたい、今後直面する課題を乗り越える技術を身につけたい、自分でも気づいていない自分自身の魅力に気づき本当に進みたい道に進んでいきたい、そう思っているのであれば、今回もかなり貴重な話をすることになります。この動画を最後まで見てためになったと思われた方は、その時はぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではスタートします。この動画を見ているあなたは適応障害の現状やメンタルの弱い自分を変えたいと思っているんだけど、そもそも何をやったらいいかわからない、今後仮に同じような状況に陥った場合どうすればいいかわからない、こんな不安な気持ちがあると思います。僕も全く同じでした。適応障害と言われて基本的には休養や服薬を勧められて、それで良くなることはわかるんだけど、本当にこのままでいいのかな、自分の根本的な問題は解決するのかなって思ってしまいますよね。でもこの動画を見ているあなたは大丈夫です。今日はあなたの常識を根本から覆し、一撃でその悩みを解決します。その悩みを解決する方法は実はシンプルで、ある技術を身につければ解決です。今のあなたの悩みを解決することがシンプルであるということがイメージしやすいように、ここで一つあなたに質問です。あなたは野球が上手くないけど上手くなりたいと思う時に何をしますか？サッカーが上手くないけど上手くなりたいと思った時に何をしますか？簡単ですよね。野球が上手くなりたい場合は野球の練習を、サッカーが上手くなりたい場合はサッカーの練習をしますよね。ここから僕が何を伝えたいか、勘のいい方は気づかれたかもしれません。そうなんです。適応障害の状況を改善する、メンタルの弱い自分を変えるということもこれと全く同じです。心の問題でつまずいたのであれば、今後心の問題でつまずかない力を、メンタルが弱いのであれば、メンタルが弱くても問題ないあなたになる力を練習して身につければいいだけなんです。ここで何が伝えたいかというと、適応障害の本質的な克服、メンタルの弱い自分を改善するということは、あなたの元々の性格や能力などは全く関係なく誰でも改善できるということです。だからあなたには安心してほしいんです。今あなたが抱えている悩みは現状を改善するために何をしたらいいかわからないということですよね。確かに心の問題は勉強やスポーツのように目に見えるものではないので、その気持ちはすごくわかります。もちろん私は休養することやカウンセリングを受けることは意味のある方法だと思っています。しかしその一方で本質的ではないとも思っています。なぜなら休養や服薬は今この瞬間の現状の改善、カウンセリングは専門家にあなたの問題を解決してもらうという構造で、その効果が一時的で、あなたが今後仮に同じような状況に陥った時、次はつまずくことなくあなた自身の力で乗り越えていくという力が身につかず、悩んでいる人が
たくさんいることを知っているからです。だから私は自分自身の問題を根本的に解決して、もし仮に今後同じような状況に陥ったとしても、次は自分自身の力で乗り越えていく力を身につけることが効果的かつ本質的だと考えています。さらにこの適応障害をあなた自身が新しい技術を身につけることで乗り越えるということはどういうことなのか、あなたは分かりますか？ここあなたによく考えてほしいんです。適応障害というのは一般的には特定の耐え難いストレスによって引き起こされる症状ですよね。ではこのタイミングでその耐え難い大きなストレスを自分自身の力で乗り越えるという技術を身につければ、あなたは今後どうなると思いますか？どう変化すると思いますか？仕事や人間関係、環境の変化など、あなたが今後直面する可能性のあるストレスや困難を今後はあなた自身の力で乗り越えていけるようになるということが想像できますよね。つまりあなたが今後人生を歩む上で一生もののスキルになるということです。ここ重要なのでぜひ覚えておいてください。ここまででも適応障害をあなた自身が新しい技術を身につけることで乗り越えていくことの重要性、技術を身につけることの重要性について一緒に理解できたと思います。ではそのあなたのお悩みを一撃で解決する技術とは一体何なのか、適応障害を本質的に克服するため、あなたが今後仮に同じような状況に陥った時に次は自分の力で乗り越えていけるようになる技術、それは不幸に向き合い困難を乗り越えていく技術です。タケさん、それだけちょっと抽象的すぎませんか？というか不幸に向き合うってどちらかといえば避けた方がいいんじゃないですかって思ったかもしれません。気持ちはわかります。しかしあなたはある大きな勘違いをしてしまっているんです。この勘違いを理解するということがとても重要なんです。ここを理解しておかないとあなたが頑張れば頑張るほどまた苦しい状況に陥る結果になってしまいます。そしてここで言う不幸に向き合い困難を乗り越える技術というのは、私がいつも動画で紹介している心理的柔軟性を身につけるということです。ここでまず何が伝えたいかというと、今適応障害の現状を改善するために何をすればいいかわからない、自分は心が弱い、今後仮に同じような状況に陥った際また同じようにつまずいてしまうんじゃないかなと少しでも不安があるのであれば、その本質的な改善策は不幸に向き合い困難を乗り越える力を技術として身につけること。そうするとあなたのそのお悩みは解決に向かいますということです。繰り返しますが、もちろん休養を取ることやカウンセリングを受けることは適応障害の現状の改善に効果的な方法です。僕が今回話したいのはもっと本質的な部分で、現状の改善プラス今後もあなたがそういった心の問題や目の前の困難を乗り越える方法が自分自身で技術を身につけることだということです。それを私は本質的な克服と考えているということです。でもここまで聞いてみても本当に不幸に向き合うことが大切なのかな、その技術を身につける必要があるのかなって思うかもしれません。しかし私が不幸に向き合い困難を乗り越える技術を身につけることが本質と生きるには理由が2つあります。1つ目は、人は不幸がデフォルトであり幸せは結果的に得られるものだから。2つ目は、この技術は適応障害の改善だけではなく今後の人生を豊かに過ごす一生もののスキルになるからです。この2つの理由について具体的にお話します。まず1つ目は、人は不幸がデフォルトであり幸せは結果的に得られるものということです。いきなりですがあなたに1つ質問です。私たちの感情というものは普段ネガティブな感情とポジティブな感情でいる割合はそれぞれ何割対何割だと思いますか？どうでしょうか？これはネガティブが8割ポジティブが2割という調査があるそうです。これは言い換えると、ネガティブな感情つまり不幸である状態が8割、ポジティブな感情つまり幸せである状態が2割というふうに言い換えられますよね。ここから何がわかるかというと、人は不幸な状態があることがデフォルトだということです。だからたとえあなたがいつもマイナス思考やネガティブな感情になっていたとしても、それ自体は全く問題ではなく、むしろ正常な反応だということです。うわ、それ義務教育で教えてほしかったって思いません？まずここが多くの方が勘違いしているポイントではないでしょうか。だからそれ自体は問題ではないのですが、あなたがこのようなネガティブな思考や感情をダメだと思って無理にポジティブなことを考えようとしたり、できるだけ考えないように避けようとしたり、無理に消し去ろうとしたりして、あなたの人生にとってプラスになる行動を妨げてしまっている時だけ問題になってしまうということです。だから覚えておいてください。そういったネガティブな望ましくない思考や感情は誰にとっても心地のいいものではないですよね。しかしそのような思考や感情をダメだと思って無理に
追い払おうと戦ったり、そのような不安から逃げたり避けたりすることが私たちを苦しめている本当の問題だということです。この効果的な対処法は、そのような思考や感情をコントロールしようとしている自分に気づき、戦うことも抵抗することもなく、あるがままを受け入れ、あなたにとって価値のある行動を行うということです。だからそういったネガティブな感情や困難にうまく向き合い、乗り越える技術を身につけることが重要なんです。結局のところ人生には厳しい努力が必要です。人間関係、仕事、恋愛、子育て、習い事、勉強、ビジネスを立ち上げるなど、あなたにとって実現したい意味のある物事は例外なく全てが努力を必要とするものじゃないですか。人生には困難がつきものですよね。誰もが肉体的、感情的、心理的に困難を経験します。だからそういった2割の幸せを追い求めるのではなく、そのような8割の困難をうまく受け入れ、楽しむ技術を身につけ、幸せは結果として得られるものだという考えを持っておくことが重要だということです。あなたもこれまでをよく振り返ってみると、そのことに気づくのではないでしょうか。仕事で何か成果を出した時、何か苦労した後に大好きなアイスを食べた時、頑張って自分が準備したものがみんなに認められた時、とても緊張したけど自分の伝えたい思いが伝わった時、とても嬉しいですよね。それはなぜ嬉しいんでしょうか。そしてその嬉しい瞬間と努力や困難に向き合っている瞬間というのはどちらの方が長いでしょうか。おそらく長い間困難や努力に向き合っていたからこそ、その嬉しいという気持ちに巡り合えていますよね。心が限界を迎える、つまずいてしまう瞬間というのは往々にしてその困難を要している時間だと思います。だからその人生の8割の不幸に向き合い、困難を乗り越える力を技術として身につけることがとても重要なんです。もしかするとこれだけ聞くと、じゃあ人生ってほとんどが不幸なんだ、この先もずっと苦痛に耐えなきゃいけないんだ、基本いいことなんてないんだって思うかもしれません。でも私が伝えたいのはそうではありません。人生には厳しい努力が必要で、困難がつきものですが、でもどんな困難の中でも必ず成長の機会があることや、やりがいを持って過ごすことは絶対にできる、むしろ狙って作れるということを伝えたいんです。だから覚えておいてください。あなたは今ひどく困難な状況かもしれません。でもたとえどんな困難な状況だったとしても、その困難の中でも成長の機会ややりがいを持って過ごすことは本当に自分次第で可能になるということです。これが不幸に向き合い困難を乗り越える技術を身につけることが重要であるという一つ目の理由です。二つ目は、不幸に向き合い困難を乗り越える技術は適応障害の改善だけではなく、人生を豊かに過ごす一生もののスキルになるからです。ここぜひ覚えておいてほしいです。今のこの2つ目の理由を聞いて、確かにそうだなって腑に落ちた方は、僕が先ほど伝えたかった内容をとても理解されていると思います。先ほど私は人生には苦痛や困難がつきものだということをお伝えしました。では今後あなたが直面する苦痛や困難を乗り越える上で、いわゆる精神的な強さ、しなやかさというのは必要だと思いますか？不要だと思いますか？絶対に必要ですよね。少なくともあって困るものではないですよね。だから冒頭でもお伝えしましたが、適応障害を改善するために必要な技術と今後の人生の課題を乗り越える上で必要な技術は同じだということです。これだけではありませんが、僕がいつも動画で、あなたは人生を好転できる貴重な機会に巡り合えている、一生ものの技術を身につけられると言っているのはそういう理由なんです。だから今あなたはこれまで目の前のことに誠実に取り組んできたからこそ、今後の人生をより豊かに過ごす上で誰もが巡り合えるわけではない、極めていい影響を与える変化の機会、新しい技術を身につける貴重な機会に巡り合えているということです。適応障害を改善したいと思った時、基本的にはストレス要因から離れて休んでいれば良くなりますよって言われることが多いですよね。確かにその方法を通してあなたの現状が良くなり、今後より豊かな人生を歩めるのであれば、それは本当に素晴らしいことです。しかしここであなた自身が技術を身につけ、自分自身の力で本質的に心の問題を克服した場合、その経験、その時に身につけた技術というのはあなたにとって一生ものの宝物のスキルになるということです。これが不幸に向き合い困難を乗り越える技術を身につけることが重要であるという
2つ目の理由です。ここ重要なのでぜひ覚えておいてください。適応障害を改善したいと思った時、そもそも何をすればいいのかわからない、自分を変えたいと思っているけどどうすればいいかわからないと思うかもしれません。その悩みの解決策は、あなたが不幸に向き合い困難を乗り越える力を技術として身につけることです。なぜならこの技術を身につけることは、あなたの適応障害や心の問題に悩む現状を改善することはもちろんですが、あなたが今後の人生を豊かに過ごすための一生もののスキルになるからです。私たちの思考や感情は8割がネガティブなもので2割がポジティブなものと言われています。これは言い換えると、私たちの人生は8割が不幸な状態で2割が幸せな状態であるということです。結局のところ人生には厳しい努力が必要です。誰もが肉体的、感情的、心理的に困難を経験します。あなたにとって意味のある目標を実現したいと思えば思うほど困難に直面する機会というものはどんどん増えていくでしょう。だからこそ大切なのは、私たちの人生において2割の幸せを追い求めるのではなく、8割の不幸に向き合い困難を楽しむ、乗り越える力を技術として身につけるということです。これは決して人生は常に不幸なんだ、この先いいことなんてないんだって悲観するということではありません。そのような8割の不幸や困難の中にも必ず成長の機会はあり、やりがいを見出すことは自分自身で狙って作り出すことができるということです。そしてそれが結果的にあなたの充実につながる、幸せにつながるということです。あなたは今日その8割の不幸や困難の中でさえも、うまくいかない時間でさえも、毎日にやりがいや充実感を感じることは狙って作り出すことができるという知見を得たはずです。だからどうぞ、あなたが今日からできるアクションは、そもそも人は不幸がデフォルト、幸せは結果として手に入るものということを理解して、8割のネガティブな思考や感情をダメだと思って戦ったり逃げたりする、つまりコントロールしようとするのではなく、あるがままを受け入れて、あなたにとって意味のある行動を取るということです。そして幸せを追い求めるのではなく、不幸や困難と向き合い乗り越える技術を身につけるということです。今日の話を聞いてみて、今の状況ですら辛いのに本当にこれからの困難を乗り越えられるようになるのかな、自信ないなと思うかもしれません。でも大丈夫です。実は僕もこのことを知るまで、この技術を身につけるまでは何もしたくない、もう誰とも会いたくない、とにかく将来が不安という気持ちでいっぱいでした。だからね、もちろんあなたと状況や背景は違うと思いますが、少しはあなたの気持ちがわかるんじゃないかなって思ってます。今回僕が紹介したような、人は不幸がデフォルト、でもその不幸や困難の中でも自分自身で狙ってやりがいや充実感を作り出す技術を少しずつ身につけたことで、自然と意欲が湧いてくるようになったんです。自分が取り組む活動に意義を見出せるようになったんです。でも逆に言うと、当時の僕がこのことを知らなかったらどうなってたんだろうって思うんです。だから今あなたがあの時の僕のように悩んでいるのであれば、それはちゃんと改善の方法があるよっていうことを伝えたいです。僕たちは当たり前ですが、今自分が知っている経験や価値観からでしか選択をすることや物事を捉えることはできません。今のことを聞いて、あなたは僕が伝えたい真の意図に気づきましたでしょうか。そうなんです、僕たちが悩んでしまう、心の問題でつまずいてしまうということは、ただただ他の選択肢やその課題を乗り越える方法を知らないだけで、改善の余地はたくさんあるということなんです。これが分かると、自分はダメなのかなという考え方ではなくて、今自分がやっている方法はダメなのかなというふうに現実の問題に目を向け、常に改善の方法を探し取り組めるようになっていきます。今あなたはとても大きな困難に直面しているかもしれません。もう自分には無理だって、自分は無価値な人間だって思っているかもしれません。でもね、安心してください。あなたは本当に魅力的な人なんですよ。あなたはなんで今自分が悩んでいるのか分かりますか？それはね、あなたが誰よりも目の前の物事に一生懸命に真剣に取り組んできたからですよ。だってそうですよね、別にそこそこでいいやって思って物事に取り組めば、そこまで大きなストレスや悩みを抱えることはきっとないはずです。でもあなたは自分が住みたい未来に進もうと誠実に
必死に目の前の物事に向き合っていたんです。めちゃくちゃ素敵じゃないですか。ただ今はまだその未来を実現していくために持っておいた方がいい知識や技術、経験、仲間といった自分を守ってくれる盾にもなるし、自分の道を切り開いてくれる矛にもなりうるものが本当に少しだけ足りなかっただけですよ。だから安心してください。ここまで目の前の物事に向き合ったり現状を改善しようと行動することは誰にでもできることではありません。でもあなたは今その経験をしています。ずっと平坦な道を進んでいる人ももちろん素敵です。でもあなたのように時には深い谷を経験している人は誰にも真似できないような深い魅力を持っている人だと僕は考えています。自分のことを大嫌いな人の方が自分のことを大好きな人よりも人に寄り添うことのできる魅力的な人だと考えています。ここまで現状に向き合っているあなたなら絶対に大丈夫です。一緒に乗り越えていきましょう。お知らせの後に今日から実践できるように復習します。ぜひ最後まで見てください。こちらの公式 LINE では3年以上行動継続することができずメンタルの悩みを抱え適応障害になった僕が3ヶ月で適応障害を本質的に克服し新しい挑戦に踏み出した科学的根拠のある方法の配信とあなたがやってみたい挑戦や新しい仲間に出会い毎日充実感を感じながら過ごすことができる一生もののスキルを身につけられる環境を用意しています。行動できない、継続できない、心が弱いという悩みを解決して新しい技術を身につけ毎日が充実感であふれる自分になりたいと本気で思うのであれば今だけ期間限定で特別無料講座を配布しています。ぜひこの動画の下の概要欄から僕の公式 LINE の友達追加をして定期配信を受け取ってみてください。そして他にもこのチャンネルでは適応障害や心の問題を本質的に克服するという経験を通してあなたの住みたい道に進むための人生の課題を乗り越える役立つ知見を配信していきます。そういった動画をこれからも見逃したくない方はぜひチャンネル登録とその横のベルマークのクリックをよろしくお願いします。それでは最後にまとめです。今回は適応障害を一撃で解決する技術というお話をしていきました。今回紹介した適応障害を一撃で解決する技術というのは不幸に向き合い困難を乗り越える技術です。人の思考は8割がネガティブ、2割がポジティブと言われています。これは言い換えると8割が不幸の状態で2割が幸せな状態であるということです。なので人生において2割の幸せを追い求めるのではなく8割の不幸や困難を楽しみ乗り越える力を技術として身につけることが大切です。この技術は誰でも身につけることができます。そしてこの技術を身につけることはあなたが適応障害や心の問題で悩む現状を改善することはもちろんですがあなたが今後の人生を豊かに過ごす上で一生もののスキルになります。あなたはより魅力的なあなたになるチャンスに巡り合えているんです。あなたには成長のチャンスしかありません。この動画を見てくださっているあなたならこれからも困難を乗り越えていけると信じています。一緒に乗り越えていきましょうね。ということで今回も動画を最後までご覧いただき本当にありがとうございます。もしこの動画が少しでもためになったと思ってくれた方はコメント欄に感想やいいねをよろしくお願いします。今回話したことをコメント欄にアウトプットするだけで確実に実践につながります。あなたが変わっていく一歩目として絶対にコメント欄に学んだことをアウトプットしてみてください。次回も役立つ知見を見逃したくない方はぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。